やるからスティック、はい、今日はあれですよ、うん、YouTube のこのルー大柴チャンネルもあるんですけれども、うん、もう一つね、ルーさん分かります、分かるんですよ、ヘルスのカレンジでしょ、うん、それはね、耳にウォーターだ。そうです、耳にウォーター、そうです。これがね、この番組ももう3回収録して、そうチャンネルは健活 TV、うんうんうん、健康の健に、うん、活動の活、うんうん、アクションの、ね、うん、活にテレビは TV、 健活 TV って検索していただいたらすぐ出てくるんですけど、で、まあ、このターゲットはですね、うん、あれで還暦を迎えた人、ね、そうです、そうなん、まあ、もちろん若い人も見ていただいてもいいんですけども、その層をですね狙ったプロデューサーみたいな、そうそうそう、ね、でもその還暦のね、うん、ハッシュタグで還暦ってよくつけるんですけど、うんうん、まあ、60歳以上の方が見ると、うん、健康ですとか、はい、その生き方とかに、うん、半分ぐらい役に立つ情報が入っているという番組で、うん、いろんなスペシャルのゲストがねいらしてね、本物の先生がね、ドクターがね、ドクターが来ていらして、で結構ね、ざっくばらんにいろんなことを話すんですよね、うん、うん、それが結構面白いんだよね。ルーさんに役に立ってます、うん、何が、番組終わった後、あ、そうだったのか、そう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 、すごくね、うん、うん、だからこの間ちょっとね、更年期のことをね、はいはい、テーマでやりましたけれどもね、うん、来ていただいた先生が、うん、更年期って言っても僕らほら更年期障害のことだけしか知らないんだけど、そう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 、3つあるって言うんですよね、うん、更年期障害もその中の一つで、うん、更年期っていうことと、あともう一つ、なんかあったね、番組、見てください、見てください、はい、ヘルスのカレッジ、うん、これはね、うん、すごく僕も、まあ今僕50ですから、うん、まあ男性もね、更年期障害だからね、男性も更年期障害っていうのもあるって言われたんだけど、うん、ね、なる人もいるらしいんだけどね、うん、まあでも女性は本当にその体の作りとして、うん、その、ね、あるから、ね、あるから、うん、まあ、必ずじゃないんですけど、うん、女性全体の3割ぐらいとおっしゃってたのかな、うん、先生が、はい、まあまあ、うん、役に立つっていうかね、そうそうそう、ためになる情報、はい、あと潤さん、潤さん、原田潤さん、はい、ね、うん、さんと同い年のね、そうなんだよ、人がね、非常にね、面白いんだよ、面白い、もう人がいるだけでね、うん、番組がね、立つんだよ、ね、面白い、はい、ね、うん、素晴らしいですよね、純ちゃんまたお会いしたいね、そうですね、ちょっと、はい、本当寝言漫才みたいな、なんかね、違うんだよ、うん、俺面白かったのね、すごくやってて、はいはい、もう俺心から笑えるようになっちゃって、うん、だけどパッと見たらもう増田君もね、うん、横で見てるんだけど、うん、すごい楽してんだよね、僕はもうすごくストレートの人間なんで、うんうんうん、面白ければ笑うし、面白くなければ、ま、笑わない、そんなに笑わないんだけど、うん、ずっと笑ってるんだよね、面白い、でまたスタッフも笑うんだよね、そうそう、これドクターマーチンっていうね、ちょっとパンク系のポップな感じの靴なんだけど、これ紐ついてない、珍しいですよ ね、これいいでしょ、でブーツだとこうやって履かなきゃいけないじゃん、はい、あれがもうオールドになると嫌なんで、これでいいのよ、ジッパーでめちゃめちゃいいですね、うん、だから家でちょっと靴べらでこれやれば楽なんで、で今日初めてこれ履いたの、夏だから暑いじゃない、でも今日ちょっと涼しかったから、ね、でちょっとこのダメージのジーンがあったから、はい、これとやると面白いかなと、でこれHow much? だってもともと 2,3 万ぐらい、うん、もっとするんじゃないですか、ドクターマーチ、さすがブーツとかなるとちょっと高いかもしれないですけど、じゃあ須藤さんからいきましょう、でも今までの金額的に1万以下とかで買われてるとかですよね、うん、いやでも、9200円、1500円そう、っ大丈夫だよ6500円、3800円、原田先生ラスト7000円ぐらい、さすがだね、7200円、300円だ、すごい原田さん、原田さんすごいね、すごい、まあ原田さん1回目のゲストに来ていただいてね、うん、すごく時僕はすごい方だなと思って、うんうんうん、周りをこう楽しくさせるそうだっていうか、そう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 、
飾ってないからいいんですよね。そう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 、ストレートにこうね、ルサにも返したりするし、そうそう、ルサもはまあちょっとね、うん、少しやんわり返したりするけど、そうそうそう、だからね、でもね、最初はねちょっとね、うん、緊張してたのね、うん、だけどこう私とトークするようになって、うん、話してるとだんだんリラックスしてきて、そうですね、今じゃもうすごいですよ、はい、はい、珍しいね。だから松田君が言ってたけど、68になってそういう人たちと出会えるっていうのはいいですねって言ってたね。おお、楽しい。だってなかなかないよね。なん、うん、楽しくなる、うん、うん、はい、ということでご覧ください。はい、See you. See you.